こんにちは。ここは大阪府八尾市の八尾空港です。八尾空港はその名の通り八尾市にありますが、実は大阪市と八尾市の市境に位置し、大阪市に最も近い空港です。この道は八尾空港の敷地内の道路、遊覧飛行や航空測量の事務所ビルが並びます。八尾空港は測量や消防などの業務用や自家用の小型機などの専用空港、一般人用の定期便はゼロ。そのため大阪空港や関西空港などと違い、八尾空港に旅客ターミナルのようなものはありません。八尾空港の駐車場にやってきました。空港唯一の駐車場ですが、こじんまりとしています。一般人が利用する空港ではありませんから、駐車場もこの規模で全く問題ありません。こんな一般人には馴染みの薄い業務用空港ですが、実は昔定期便が就航していました。あまり知られていませんが、1955年、昭和30年から10年間八尾空港から白浜まで定期便がありました。後の日本エアシステムとなる日東航空が一般人向けの定期便をこの八尾空港から運航していたのです。1955年、昭和30年はまだ白浜空港はできておらず、なんと水陸両用機で白浜の海に離着水していました。このような水陸両用機が八尾空港と和歌山の田辺湾の海上を結んでいました。当時から白浜は旅行先として大変人気のエリア。大阪市内から最も近い八尾空港から人気の白浜への定期便を水陸両用機で結ぶという斬新な路線でした。八尾空港から白浜の路線は日東航空の最初の定期路線、八尾空港としては歴史上唯一の定期路線となります。産経新聞が資本金5000万円で設立した日東航空、その後近鉄が資本参加し、資本金は12億円となります。つまり近鉄が資本参加した1959年からは、近鉄が八尾空港から白浜便を定期便で飛ばしたと言えます。近鉄グループの日東航空は関西唯一の航空会社となり、痛みも利用して各地へ路線網を拡大していきます。しかし八尾空港から白�浜便の就航から9年、他の航空会社、富士航空、北日本航空と合併、日本国内航空となり近鉄グループを離脱、八尾空港白浜の路線も終了となりました。こうして八尾空港の定期便は10年間で幕を閉じます。その後現在も八尾への定期便の就航はありません。一方の日東航空は日本国内航空となった後、東亜国内航空、日本エアシステム、日本航空と合併を繰り返しながら現在に引き継がれています。一方の八尾空港、定期便はなくなっても年間1万回の着陸が今も行われており、小型機の聖地。2017年にはゼロ戦里帰りプロジェクトとして本物のゼロ戦がやってきたこともあります。世界に4機しか残っていない本物のゼロ戦、そのうちの1機が八尾空港に着陸しました。滑走路上空でこのようなお遊びができるのも八尾空港ならでは。八尾空港は軍事と定期航空路線を除くあらゆる活動、ゼネラルアビエーションの拠点として活躍しています。八尾空港は1933年、昭和8年、阪神飛行学校の滑走路としてスタート、民間の空港でした。その7年後、1940年、昭和15年、阪神飛行学校は閉鎖、
大日本帝国陸軍へ移乗、大正陸軍飛行場となります。ここは八尾空港内にある自衛隊の八尾駐屯地。2018年10月の自衛隊基地の開放日の撮影です。広報展示室と書かれた建物、今では大変貴重な旧陸軍の戦闘指揮所の建物です。窓付近をご覧ください。この建物、厚さ1メートルのコンクリートで覆われていることがわかります。そしてこの建物には米軍の攻撃により開いた穴や傷が無数に残されています。八尾空港の周辺は当時飛行機の修理工場や軍需工場が立ち並びました。戦後、八尾市や隣接する東大阪市などにこの技術力を生かして優れた町工場が多数生まれました。しかしこの八尾空港とその周辺は幾度となく空襲にさらされた歴史も持ちます。この写真は国土地理院より終戦3年後の写真、米軍が撮影した八尾空港です。こちらは空港部分を少し拡大したもの。終戦3年後になぜ米軍が八尾空港を撮影しているのか。理由は1945年、昭和20年、日本を占領下に置いた連合国の米軍によって接収されてしまったから。いわゆる進駐軍。八尾空港はそのヘリコプター部隊の基地になりました。進駐軍は大阪府民にこんな通告を出します。進駐軍の自動車がサイレンを鳴らしたときは、その自動車が通過するまで必ず通路の片側に停止すること。進駐軍の士官が通行人に対し停止を命じたときは必ず停止すること。そしてその命令に従わないときは射撃することがあるからよく注意すること。終戦から9年後、1954年、昭和29年、米軍が撤収。八尾空港は日本政府に返還されました。その翌年、1955年、昭和30年、自由になった八尾空港に定期路線が誕生します。その路線こそ、日東航空による八尾空港白浜便です。今回は、八尾空港に存在し近鉄グループでもあった日東航空の定期便、八尾空港から白浜便のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。